ハイドラテクノロジーズ S4 アヘイコット S4 エヘカトルは、ハイドラテクノロジーオブメキシコが開発した初のメキシコ製無人航空機である。エヘカトルの名称は、アステカ神話の風の神の名前が由来である。危険な空域においても安全を得られるようにとの縁掛けでこの名前が付けられた。S4 エヘカトルの試作機は2007年6月19日に、 開催されたルブルジェのパリ航空賞で初披露された。同年8月にはワシントン DC において275以上の出展があった国際無人機協会のシンポジウムに実寸大模型が展示された。このシンポジウムにおいてハイドラテクノロジーはエヘカトルの開発でアルオーブ貢献賞を受賞し初の米国企業以外の受賞者となった。 2008年、ハイドラテクノロジーは、S4 エヘカトルだけではなく、E1 ガビランの開発でもメキシコ国際航空会議において、レオナルド・ダ・ヴィンチ賞を授与された。2008年8月3日、ハリスコ州とコイサイトやるは、ハイドラに、全国電子工学、情報通信産業会議所の第29回全国大会において、メキシコの情報、マイクロテクノロジー、 通信技術への貢献を表彰された。エヘカトル無人航空機システムは2002年に開発が開始された。軍に警備及び監視能力を提供し、市民を非常時に守る能力を市場に投入するつもりであった。小型かつ無人であるため、発見されずに危険空域に侵入できる。アメリカ製のフレア以外のすべての構成要素とアビオニクスは、 メキシコ企業であるハイドラテクノロジー社が開発、製造した。s 4エヘカトルは昼夜かかわらず8時間以上の自動飛行が可能に設計された電子システムを有している。この機体の制御は地上にある3人乗りの車両に搭載された中央コントロール施設から行われる。この UAV の監視能力がアメリカメキシコ国境での問題の調査に使用しようと提案された。 この機体の開発計画は他に、メキシコ政府、金融部門やコンネサイト、グアガラハラ自治大学、西部高科及び高等教育大学のような科学、学術機関などが参加した。メキシコメキシコ公安省、ありがとうございます。